弥生三月クラシックの香りほのかに弥生賞、いよいよ3歳チャンピオン藤木奇跡が始動します。果たして今日はどんな競馬を見せますか。放送席の解説は吉田仁さん、そしてゲストには藤田真治騎手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。藤田さん、今日のヤングジョッキーワールドシリーズね、2位に、食い込みました。おめでとうございました。はい、どうもありがとうございました。さて今日はあの藤木奇跡、大託帝王に乗る藤田さんにとってはいわゆるライバルが始動するわけですが、はい、どんな風に今日はご覧になりますか。そうですね、まあ本当強い馬なんで、まあ今日のレースね、それで本当道も道悪、主って言ってもそれ以上に悪いと思うんで、だから道悪でもどれだけ走れるのか、とか不良に近い思う馬場っていう感じですか。そうですね。あ、そうですか。大託帝王との比較、藤田さんはどういうふうに考えてます？ね、いや、皐月賞で、まあで差のない競馬をしたいと。そうですね。吉田さん、最後のまとめをお願いしたいと思いますが。そうですね。2000メートルということで、あんまり逃げ馬がいないんですよね。そうですね、まあ、関西部のテルー進撃っていうのが行きそうなんですけども、それほどペースが上がりそうもないなという組み合わせですね。あ、そうですか。ですから藤木奇跡はまあどんな競馬でもできるんですけれども、どの辺から動くかですよね。そうですか、はい、さあ不良に近い主という話でありますが、その中で藤木奇跡どんなスタートを切りますか。ゲートが開いた。まずは揃ったスタート、藤木奇跡もまずまずのスタートを見せました。先行争い、やはり取り立てていく馬はいません。横を見ながら牧野瀬、松パーシャンが行こうというのか。間を割って照ノ進撃も抑えています。照ノ進撃も行かない。外から押し出されるように藤木奇跡が上がっていった。藤木奇跡が上がっていく。先頭に立つのか。その後ろオートマチック、外から勝ち星、インコース端の太夫。さあ早くも藤木奇跡が先頭に立つ勢い。内から上小森、照ノ進撃がわずかに先頭に立つか。1コーナーのカーブを迎えます。さあペースが落ち着きました。先頭に立ったのは照ノ進撃、そしてその後ろに、その後ろにいるのが藤木奇跡。現在3戦全勝。今年のスタートは果たしてどんなレースでありましょうか。その後ろ、ただ1頭の外国サンバ勝ち星、そのインコースに松パーシャン、そして8番のオートマチックが控えています。その後ろ少し切れまして6番マックスウィンザー、あのマックスビューティーの子供です。そして北関東代表の橋野太夫、そして新潟チャンプの東証フェノマ、そして7番北海ルソーは比較的後ろから、そして関西の秘密兵器伊吹多聞櫓、ちょっと河内の手が動いております。さあ3コーナーのカーブに各馬は向かっていきますが、比較的ゆったりしたペース、1分15秒台で1200を通過していきました。この馬場にしてもそれにしてもゆったりとしたペース。その中で藤木奇跡は先頭に立っています。藤木奇跡が早くも先頭に立つのか。内から4番照ノ進撃粘っています。外から勝ち星、外から勝ち星、外を回って東証フェノマがいい足で上がってまいりました。白い帽子が北関東代表の橋野太夫、内から松パーシャン、間を割ってオートマチック、北海武装もオレンジの帽子が上がってきた。そして真っ黒になって伊吹多聞櫓は外に持ち出している。4コーナーをカーブして直線コース先頭、早くも藤木奇跡、横を見ながら角田光一、外から北海武装、外から北海武装、さあどうだ、藤木奇跡危ないぞ、藤木奇跡危ない、内で粘っている、外から北海武装、2頭の一騎打ち、しかし譲らない、しかし負けない、これが強さ、藤木奇跡の強さ、いばしちぎったゴール。2着に北海武装、勝ったのは藤木奇跡、4戦全勝、奇跡の合脚は健在です。勝ちタイム2分3秒7、藤木奇跡まさに横綱相撲です。さあ吉田さん、どうですか。いや、北海道がここまで、追いつくのにかなり足使ったんですよね。あ、なるほどね、向上面後方にいましたんでね、この足を一瞬見たときに北海道一気にかわすかと思ったんですがね、これはちょっと無理でしょうね、相手が引っかかりましたんでね、ここでまた突き放しますね。逆に北海道の方が2番手が危なくなるような走りになりましたんでね、やっぱり一流馬ですね、はい、そこからまた突き放すというのはね、初めての距離でね。さあライバル藤木奇跡のこの勝ちっぷりを見ての藤田さんのコメントを聞きましょう。そうですね、やっぱり並ばれたりしたら強いですよね。またもう一度引き離すという根性がありますしね、はい、だけど何もかやっぱりまだ若さが残っている競馬っていうか、1コーナー2コーナーぐらいもずっと気持ちかかってたようなところもありますし、ちょっとなんかまだきちっとハミを取ってないというか、うん、な感じしますけど、はい、まだまだつけ入る隙はあるというようなそういうね、だけどそれ以上に強いと思いますね。何かそんな気持ちが感じられましたけれども、
勝ちましたのがこの藤木関、勝ちタイムが2分3秒7、そして2着7番の北海ルソー、3着以下は写真になっておりまして、この皐月賞への出走権、3着争いはまだこの段階では分かっておりません。しかし吉田さん、道丸も結局16キロ増も、全く藤木関に関しては問題なかったという感じですね。ただね、3着以下なんかも、例えば関西の伊吹多聞櫓というのも、向正面でなんか登ってるような感じながら直線伸びてきましたんでね、本馬場がやっぱり本番が両馬場になった場合には、少し2番手以下が分からなくなってきたなという、藤田騎手は大体君がいるんですけれども ね、はい、一発狙ってるみたいなんですけれどもね、ちょっとわからないなという感じもありますね。この2番手争いはまだまだわからない、藤田騎手は2番手争いは考えてませんね、まだ上に行けるというふうに考えておられると思いますが、しかしながらやはり藤木関強しを思わせる弥生賞の勝ちっぷりでありました。